見えてきた。ここ側に。おっとっとゆる。はい、東京ゲートブリッジ渡ります。昼間渡るの初めてです。おお、トラックで見えない。換気塔かなこれ。手持ちで撮ってます。ちょっと揺れる揺れるけど、あ、ちょうど羽田から飛行機が離陸するところ、映ってるかな。真下に来ちゃうと形が分かる。四角いよ、ね、おお、入りました。一つ目、およそ2キロ先左方向国道です。やっぱ外から見てる方が形はね分かるね。くぐっちゃうとね。富士山も見える。本当だ、映ってるかな。2つ目くぐって、東京ゲートブリッジを渡り終わります。今日は富士山がよく見えます。見えました、灯台見えました。ここから登っていきます。ここに登り口があります。観音崎灯台、階段です。上には通りはありません。山崎です。はい、到着しました。プレートがありました、はい、ここにプレートがあるんですけれど、ここにもう一つプレートが、ここすぐ近くでレンズが見られて最高。スタンプをいただいた受付がここ本当だ、低い。第二砲
台跡です。これよりちょっと暗めかな。ここ第二砲台跡の隣に東京湾海上交通センターがあります。ここまでちょっと灯台から歩いてきました。はい、北門第二砲台、第二砲台は3つあったようで、こういう感じで、今ここに、はい、一番右側の砲台、ここの階段はちゃんと手入れがされていて綺麗に登れます。ここに穴が、でここに通路がある。作りは同じ感じかな。同じ感じ。これが3つ並んでいます。ここにトンネルがあって、立ち入り禁止なんですけど、本当は何かに使っていたんだと。はい、海の見晴らし台のところまで来ました。第一展望台エンジンって書いてありまして、ここに。古いレンガ造りのトンネルがあって、このトンネルを抜けていくと、北門第三砲台跡があります。さらに左側の階段を上がると、海の見晴らし台になっています。ここには戦没船員の碑があります。第二次世界大戦や海難事故の犠牲となった6万4人の船員の霊を慰め、かつ永遠の平和への願いを込めて設けられました。ここに2代目観音崎灯台の残骸があります。2代目は関東大震災によって傾いてしまい、その後解体撤去された時の残骸だそうです。はい、昼食は夢ドリーム食堂でいただきました。1番と2番のおすすめにしようと思ったんですけれど、アジフライがこれだと1つしかなさそうなので、アジフライ定食に変えました。で、2人で半分ずつでシェアすることにしました。はい、アジとカキのミックスフライ定食の出来上がりです。横浜ベイブリッジです。帰りは高速に乗っています。